だお若いんですよ、入社さん。今年33年になります。これは時和寿司さんの日券を引き継いだわけですか。その修行の流れでつながりがあったわけじゃないんですけども、時和寿司さんのゆうきさんによかったらなと言っていただけた。なんか懐かしいんですよ、僕一回来てるから。あ、そうそうそう、ね、この席だったか確か。松川ガレーです。もう醤でも醤でもお好みで。香りがすごい。寿司っていいですね。まだおつまみしたから。この流れがいい。うんうん、これだから。安心する。あ、まだ今ちょっとおかしいです。あららららら。北海道からです。これ北海道です、はい、もうお醤油絡まってるんでそのまま召し上がってみてください。うん、まっ、ちょっと油系な。そうですよね、油すっげーすのってますよこれ。うん、めちゃめちゃうまい。とタイヤ貝ちょっと炙ってます。どちらもお醤でもお醤油でもどれも少しお使いください。長野出身なんですか。はい、長野です。そこから松本さんとこ行ったんですか。いや、京都行く前に神奈川の湯河原温泉街の、はい、旅館で働いてました。へえ、寿司やりたかったんですね。もともと寿司屋に。あ、江戸前の小肌って感じでしたね。半年ぐらい完全に2人でやってるので、うん、結構バタバタ。
プレッシャーとかありましたね。毎日今やったら毎日ですか。それこそね、清水さんも宣伝してくれたし、本当にアジであらゆる方に、市場の方もそうですし、ね、助けていただきそう、始めてみるとみんな優しいな。お父さんと寿司屋さん、飲食業の方とのつながりはもう計り知れないくらいですごい気づいたら困っちゃいました初期のもう本当に始められた時から結構そういう感じの、いやそんなのないですけどね、自然とそう、自然と、はい、その業界のレジェンドですから、ね、いやそんなないです僕何もしないです。リーもうすごいです。だって寿司って酸っぱいものなんですよ、本当に、うん、寿司はもう酸っぱくてしょっぱくていいものなのかなと。いいですよ、それで。5年の米はちょっと尊いと思ってるので、今のところは同じ米でしばらくいけるんですけど、日本料理屋さんだとやっぱり心配ですか。それしかなくなった時に水分量とか調整してみてやってみる必要はあるかなと思う。今のところは従来のが入ってきてるので、一回結構必要なので、ゼロなので、ちょっとでもこれがガリですよね、本来。ガリはまずく作れっていう話で、よくね。そうなんですか。やっぱ食べやすすぎると口直しの意味がなくなる。そうだね。今のガリってめちゃめちゃ甘くて、これだけで美味しいみたいな、ちょっとイメージが変わるんですよね。おつまみみたくなっちゃう。そう。まあでも向こうの人たちに関しては、それはそれでいいんですけど。締め味。締まってますね。いや、いいですね。はい、昔からシゲキックスが大好きだったんです。酸味漬けなんですよ。シゲキックスってありましたね。あったわ、なんかシゲキックスなんですよ。レモンか梅ずっと食ってます小学生の頃。シゲキックス持ってるやついました。シゲキックスも好きでした。僕も好きですか。だから僕も好きでした。シゲキックス嫌いな人は本当に嫌いじゃないですか。嫌いな人じゃないです。子供の頃のあの酸味を覚えるのすごいですよ。そうですよ、あれに酸味振りましたか、初めて。江戸前シゲキックス。そう、江戸前ですよ、あれ。懐かしい。酸っぱい。僕梅干しもあの蜂蜜とか大嫌いなんですよ。あれやっぱそうだ。はい。私もそうです。もうお好みで。めっちゃうまい。美味しい。これは醤油漬けになってる。これはしてない。してない。ああ。そのシャリとこういう感じで食べるときはしない。もうシャリがちゃんとバッチリですもんね。白米で食べるんだったら間違いなく醤油漬けだし、軍艦だと醤油漬けだと。これ海鮮丼が結構苦手で、ちょっときついですね、白米に。酢飯だったらいいのになと思うんですけど、やっぱ結局は醤油の味になっちゃいますよね。そうだから、なんか刺身をただ醤油より食べてる。さらにその下にご飯があるみたいな。そう、海鮮丼のお醤油かけるタイミングもよくわかんないですよね。めっちゃディスりますね、海鮮丼のこと。ちょっといいとこ探そうよ。海鮮丼動画あったらちょっとやばいです。海鮮丼動画みたいな。ないですよね。いろいろ食べれるっていうのが、まあ、なるほどね。そうはそうだ。一皿っていうか、一盛り。贅沢ですからね。一元に批判してはダメ。批判するのは無知な人ですよ。見てました。
寿司食べるとやっぱ思いますね。これが魚の味なんだとか、うん、なんかシャリで引き立てしますね、味が。こんな甘さがあるんだとか、なんか発見がありますね。海鮮とはやっぱ仕方がないですよね。このマグロの例えば甘さはこの酸っぱいシャリと合わせることによって引き立つわけじゃないですか。引く前では絶対こんなんなる。甘い、最後で、それに甘い卵をいたします。こうさんの動画っていろんなお店行かれてますけど、どれ見ても面白いし、見てみるからこんな番組になってる。作り手が面白い。作り手がなんか二番煎じの方もそんなに現れてる。多分追いつかない。カメラ置かないじゃないですか、カウンターに。そんなにインサートみたいな依頼してる人がほとんどですか。依頼、うん、あ、外注に出してる、外注してる人が多いです。あ、そう聞くと、自分で編集されてるんですか。うん、そうです。じゃないとほら、使える話使える話ってあるじゃないですか。それ判断使えへんですって。使えない話が多いって多いです。